今回は Photoshop で2つの画面をですね、1つに合成する方法を説明します。多重露光で撮影をするのとは別にですね、別々にレイヤーを作ってそれを1つにまとめたいという時の方法です。今回はイルミネーションをテーマにしてますので、イルミネーションであればということで、ご覧いただきたいと思います。イルミネーションは2つのイルミネーションがここにあるんですが、ちょっとこの画面を見てください。今見ているとですね、1つの画面しか見えていません。そして、こちらの画面、ここのですね、左上のところに別の文字が見えると思うんですが、こちらをクリックします。そうするとこちらにもう1つの画面が、写真があります。この2つのですね、写真が今このPhotoshop上にあるわけですね。ところが重なって見えているので、1枚しか見えないと。でこの時にですね、どういうふうにしたら見えるかというと、このウィンドウからですね、ウィンドウからアレンジ、そして2アップ、縦でも横でも結構ですから2アップということですね。2つの画像ですから当然、2アップということになりますけども、こういうふうに2つの画像をこのようにしてやると、まあ、こちらでですね、開くわけです。そうしましたらこちらの移動ツール、こちらを使ってこのまんまクリックしてドラッグ&ドロップです。ドラッグ&ドロップしたときにこう白い線が見えますね。これでピシッとこうこちらに移動しましたよというのが分かるわけです。そして話します。これでですね、画面の移動が終わったわけです。画面の移動をしたときにですね、コピーをしてますので、もうコピーをし終わった画面はいりませんので、こちらを閉じます。これはいいえで結構ですね。そうすると、このように今ちょっとずれてますけど、このようになります。これをですね、また移動ツールを使っていただいて、ピタッと合った時にですね、このようにピンク色のこう見えますね、こういうふうに。このように見えます。これ今ピタッと同じ位置に合いましたよということです。これでやっていただければ結構ですね。そうしましたら、こちらのですね、通常というふうな描画モードがありますけど、この描画モードをスクリーンに変えます。はい、これで、画像が加わったということになります。このようにメインのところに被ってしまった場合はですね、レイヤーマスクを作ります。こちらがレイヤーマスクサムネイルになります。こちらのレイヤーマスクを追加というのをクリックします。そうしますとこちらにですね、こういう白いレイヤーマスクができます。ブラシを選んで、黒を選びます。そして、塗っていくとですね、このように消えてくるわけです。こちらがレイヤーマスクサムネイルを表示した状態です。このようにするとですね、多重の効果、別の画像をですね、このように加えることができます。ぜひチャレンジしてみたらいかがでしょうか。